はいどうもこんにちは、現役東大生の中学受験くんです。今回は東大生が本気でおすすめする都内の私立中学トップ3共学編ということでお話したいと思います。いよいよ9月になりました。受験生の親御さんは出願校大きめになったでしょうか。1日目午後入試、2日目とすでに3校ぐらい選ばれたという方もいらっしゃるかもしれません。それではここで2つ質問させてください。1つ目、皆さんが受けようと思ってる学校はどんな学校ですか。そして2つ目、その学校は共学ですか別学ですか。もし今それが男子校だけだったり女子校だけだったりしたら注意が必要かもしれません。なぜならここ最近ものすごい勢いで伸びている魅力的な共学の学校を見落としてるかもしれないからです。偏差値だけで志望中学を選ぶのって少し注意が必要なんですよね。そうは言っても文化祭以降にもコロナで中止ばっかり、偏差値を上げるのに必死で学校を調べる時間をなかなか取ることができない、そういった悩みあると思います。そこで今回は現役東大生である私が皆さんの代わりにここだけは外してほしくないよという学校を共学に絞って3校ピックアップしてみました。特に1位は本当に必見なのでぜひとも最後まで見ていってください。他にもこのチャンネルでは東大生だからこそ知る中学受験ママさんたちに役立つ情報をどんどん発信していこうと考えておりますので、受験の情報戦を少しでも優位に進めたいよっていう方はぜひとも今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタートします。東大生が本気でおすすめしたい都内の私立中学第3位共学編、第3位は広尾学園中学です。偏差値はサピックスで53、日能県で61の学校で、場所は東京都の港区です。広尾学園って結構新しめの学校じゃないって思われた方、そうなんです。実は今の形は2007年に始まっています。広尾学園はもともと純真女子学園という女子校で、2007年に共学になり新学校化を開始して近年大躍進している学校です。2021年の合格実績は東大が4名、京大が2名、医学部が76名、総計が計117名、そして何より海外大が延べ222名と驚異的な実績を残している学校です。恐ろしい実績ですよね。広尾学園は御三家に隠れて大躍進している学校なので見逃し厳禁だと思います。広尾学園の強さの理由、それは圧倒的な教育の手厚さです。特に広尾学園の教育には次の3つの特徴があります。1、勉強の面倒見がとても良いこと。2、全員に PC が配布されるなど最先端の ICT 教育が行われていること。3つ目、海外大合格者数が延べ200名を超えるなどグローバル志向が強いこと。この3つです。この3つを見ていただいたら分かると思うんですが、教育の手厚さは日本一ですよね。そして個人的には合格実績も広尾学園は今後5年でどんどん上がっていくと思います。その理由は関西にも似たような学校があって、それがめちゃめちゃうまくいってるからなんですよね。その事例とは2004年に兵庫県神戸市に設立されたスマ学園という学校です。スマ学園は中高一貫校が2004年に開始したのですが、昨年は東大7名、京大25名、医学部医学科35名という素晴らしい実績を出しています。実績だけ見たら完全なる新学校ですよね。スマ学園も本当にちょうど広尾学園のように面倒見が良くて最先端の教育が行われている学校なんですよね。これ皆さんにもぜひ覚えていただきたいんですけど、広尾学園やスマ学園のように新しい学校ってめちゃめちゃお得なことが多いんですよ。ちょっと例えとして正しいかわからないんですが、イメージとしては楽天モバイルとかがちょっと近いです。なんで急に携帯だよってなると思うんですが、楽天モバイルってめっちゃ安いじゃないですか。あれってドコモや au、 ソフトバンクといった伝統的な企業から乗り換えてもらうために戦略的にお得にしてると思うんですよね。それと同じで新しい学校法人も初期に多くの人に知ってもらって、少しでも御三家などの名門校から生徒を引っ張らないといけないので戦略としてお得になっていると思うんですよ。なのでぜひともこういった新しめの学校をマークしていただけるといいんじゃないのかなと思っております。話は脱線しましたが、そんな理由もあって広学園は今後どんどん合格実績も上がっていくと思うんですよ。広学園は1、勉強の面倒見がとても良い。2、時代に合った教育が行われている。3、海外大進学者が200名を超えるほどグローバル志向である。そういった理由から第3位に入れさせていただきました。ぜひとも志望校選びの参考にしてみてください。それでは次です。東大生が本気でおすすめしたい都内の私立中学共学編第2位。第2位は慶応義塾中等部です。偏差値はサピックス男子56、女子63、日能県で男子64、女子69の学校です。場所は東京都の港区です。進学実績としてはほとんどの生徒がそのまま付属校に上がっていきますね。これは皆さんもご納得だと思いますが、やっぱり慶応は外せませんでした。慶応のことは皆さんご存知だと思うのでそこまで深入りはしませんが、
が、これは一点だけ特徴を紹介させてください。慶応義塾中等部の特徴としては、中学が共学、高校が男女別学とハイブリッド式になっていることがあるんですよね。高校からは男子校と女子校に分かれるということです。これが一番の特徴です。なので今、男女別学か共学か決めかねるなって方にとっては、うってつけだと思います。6年間男女別学ってのは、もちろん自分の趣味に没頭できたり、部活に熱中できたりといい点はあると思うんですけど、ちょっと偏りすぎてるなって思われる方いらっしゃると思います。そんな方にこそおすすめしたいのがこの慶応義塾中等部なんですよね。中学時代は共学に入ってダイバーシティを体感しつつ、高校は別学で自分のやりたいことに打ち込む。とてもバランスが取れた素晴らしい学校だと思います。ぜひとも志望校選びの参考にしてみてください。それでは次です。東大生が本気でおすすめしたい都内の私立中学共学編第1位、今から第1位を発表させていただきたいのですが、その前に1点だけお知らせさせてください。現在私現役東大生の中学受験くんは、私自身の東大受験や数多くの指導経験を少しでも多くの方に役立てていただきたいという思いから、公式 LINE で完全無料の学習相談を実施しております。無料相談では日々の受験に関するカジュアルな悩みから、実際に志望校を決める過程までどんなことでも対応しております。たくさんの中学受験ママさんパパさんたちから大変ご満足いただいております。ぜひお気軽に公式 LINE からご連絡ください。また2週間無料のオンライン学習コーチングも実施していて、これは中学受験を通してお子さん自身が自走して学習できるようになるサポートをしております。わからないところは24時間質問可能、完全マンツーマンであなたのお子さんにとって最適な学習指導を行っております。少しでも興味がある方は今のうちに画面上の QR コードや概要欄のリンクからお声掛けください。また現在一目で私立中学の合格実績が丸わかりになる大変役立つシートも作成していて、こちらもできしない公式 LINE 限定で無料でプレゼントする予定ですので、そちらをゲットしたい方もぜひ公式 LINE のご登録をよろしくお願いします。ということでお待たせしました、第1位の発表です。東大生が本気でおすすめしたい都内の私立中学共学編第1位、第1位は渋谷教育学園渋谷中学校です。偏差値はサピックスで60前後、日能研で67前後といった感じの学校で、場所は東京都の渋谷区です。2021年度の合格実績は東大が33名、京大が7名、総計が合わせて延べ209名、海外大進学の方も一定数いらっしゃる新学校ですね。ちなみに渋谷と聞くと繁華街のイメージがあるんですけど、立地は渋谷の中でも物静かな場所にある学校です。やっぱりこの渋谷教育学園渋谷中学を1位にさせていただきました。その理由は大きく2つあります。1つ目は英語教育に大変力を入れていること、2つ目は多様性がある環境であること、この2つになります。1つ目の英語教育についてなんですけど、英語教育についてはね、ぜひ志望校選びの大きな判断軸にしていただきたいんですよね。正直今の日本は英語教育がしっかりしている学校とそうじゃない学校の差が著しく開いている、そういった状況だと思います。正直名門校と呼ばれる学校でも英語教育が旧態依然なところってとても多いと思うんですよね。本当にね、正しい英語教育って難しいんですよ。このグローバル化が進んだ世界において英語ができることは必要不可欠だとは思いますが、今の日本ではなかなか英語教育がしっかりできる場所って限られちゃってるんですよ。親御さんの皆さんも英語学習で苦労された経験ありますよね。僕ももちろんあります。やっぱりね、英語教育って環境がものすごい大きいんですよね。中高6年間でも英語だけで3000時間くらいは勉強する時間がありますから、そこでしっかりとした英語教育を受けれるかそうじゃないかによってとてつもない差が開いてしまうんですよ。そして今の日本だと自信を持っていい教育が行われている学校ってとても少ないんですよね。そしてその数少ない学校の一つが渋谷教育学園渋谷中学なんです。ぜひとも表面的な偏差値や合格実績だけでなく、そういった点も判断軸の一つに入れていただければと思っております。そして二つ目の多様性がある環境であるということについてなんですけど、これが今日の動画で一番伝えたい内容になります。男女別学と共学の一番の違い、それは多様性があるかどうかなんですよね。正直ね、今の時代は Google やメルカリといった世界の最先端の企業がどんどんダイバーシティを進めていってる時代になっています。そんな時代だからこそ多様性があるかどうかってとても大事だと思うんですよね。特に渋谷教育学園渋谷中学校はこの多様性がとても高いんです。共学だから男女両方いるということはもちろんなんですが、帰国子女の人が多かったり自分の趣味に進む人が多かったりと、日本の中高ではトップクラスに多様性がある環境なんですよね。これは実際に東大や京大に推薦で合格する人が多いことや海外大進学者が多いことに如実に現れています。東大だけでなくそれぞれの進みたい道を応援してくれる環境があるんですよね。それってね、本当に素晴らしいことだと思います。中高6年間は皆さんのお子さんの人間としての価値観が形成される時期で、そんな時期だからこそ多様な人と接すること、多様性のある環境に身
置くことはとても大事だと思ってるんですよ。やっぱり偏った価値観に接し続けると偏った人間になる可能性は高いですし、多様な価値観で触れ合ってると豊かな価値観が生まれやすいと思います。先ほど Google やメルカリといった最先端の企業をはじめ、多くの企業がダイバーシティを進めているといったお話をさせていただきました。実は私もとある多民族国家に長期滞在したことがあります。その時正直感じたんですよね。多様性って力だなって。多様性がある組織にいると自分一人では出ようもないアイデアや価値観に触れることができるので、信じられないほど学びがあり、指数関数的に成長していくんですよね。現に多様性にそれだけ利点があるので、多くの企業が率先して多様性を重視してるんだと思います。少し熱い話になってしまいましたが、なかなか中学受験の志望校選びで多様性という判断軸は持っていただけないかもしれません。お子さんの成長のためにもぜひ判断軸の一つに入れていただければなと思っております。それではいかがだったでしょうか。今回は東大生が本気でおすすめする都内の私立中学トップ3共学編ということで、おすすめの3校を紹介させていただきました。第3位は広尾学園中学、第2位は慶応義塾中等部、第1位は渋谷教育学園渋谷中学校です。どこか行きたいなって思った学校はございましたか？ぜひとも気になった学校の文化祭などに参加してみてください。そして最後に繰り返しになりますがお知らせさせてください。現在私現役東大生の中学受験くんは、私自身の東大受験や数多くの指導経験を少しでも多くの方に役立てていただきたいという思いから、公式 LINE で完全無料の学習相談、そして2週間のオンライン学習コーチングを実施しております。無料学習相談では日々の受験に関するカジュアルな悩みから、実際に志望校を決める作業までどんなことでも対応しております。2週間のオンライン学習コーチングは、わからないところは24時間質問可能の完全マンツーマンの指導を通じて、お子さん自身が自走して学習できるようになるサポートをしています。ただいま多くの方に連絡をいただいていて、いつ締め切ってしまうかわからないので、興味のある方は今のうちに画面上の QR コードや概要欄のリンクから公式 LINE を追加してみてください。また現在一目で合格実績が丸分かりになる大変役に立つシートも作成していて、そちらもでき次第公式 LINE 限定でプレゼントさせていただく予定ですので、そちらをゲットした方も公式 LINE のご登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。